いつも動画を見てくださっている皆様、こんにちは、花尾です。本日は皆様にご報告がございまして、この動画を撮っています。大変突然ではございますけども、本日をもって花尾チャンネルは5年の活動に幕を下ろしたいと思います。動画を見てくださっている皆様にとっては、大変残念なことと思いますけども、この件につきましては、花尾チャンネルのメンバー全員で話し合って決めたことであり、これが変わることはございません。今後はまた違うステージで活動することと思いますけども、引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。最後に、花尾チャンネルを応援してくださった皆様、今まで本当にありがとうございました。はい、ご覧になったように花尾チャンネルは本日をもって5年間の活動にピリオドを打つということです。私も花尾チャンネルのことはあまり拝見していなかったのですが、大変いたたまれない事案に心がピリッと、痛みました。それでは引き続きまして、花尾さんの当時を知る知人と近隣住民の声をお伝えしたいと思います。なんか特に感慨深いとか、そういう思いはないですね。まあ普通に始まれば終わりがあるっていう、そんな感じですね。あ、聞いたことあります。あー、ないです。あっしゅーそいつ、俺は電眼が好き。電眼、あいつが一番面白い。お前誰ですか？俺は電眼。そらそうなるよね、いつかは。てかそもそも YouTube 当てにしてたらダメじゃない？東大生理系注文、ウイレドッキリ、翔ちゃんピザ注文、他人ばっか当てにしちゃダメでしょ。自分の強みは自分で作らなきゃ。自己防衛。聞こえない。そうなんすか。でも自分花尾チャンネル一回も見たことないっす。ピエン。知らない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 。はい、私も花尾チャンネルのことはあまり存じ上げていなかったのですが、これを見る限り申し訳程度の人には愛されていたんだなというふうに思います。そうですね、花尾さんの次なるステージに期待がかかります。それでは花尾チャンネルのメンバー、あら、花尾チャンネル終わるんだって。あんた昔よく見てたじゃない。へえ、そうなんだ。今時のフレームに取り替えたという